サク・ディー、スペイン語、サタリットでアプリリカチオニズシーン・ティー・フィカス、D ・ディまたは、アクエリアスは、アルゼンチンの地球観測衛星。2011年6月10日に打ち上げられ、太陽同期極軌道で、初めて海洋表面塩分濃度を測定し、海洋循環や気候との相互作用などを研究する。サク・ディーの運用はアルゼンチン宇宙活動委員会が行う。 運用は5年間の予定だが、観測装置であるアクエリアスは3年の設計寿命。サデ D は故障して電力と姿勢が制御できなくなったため、2015年6月8日に運用を終了した。衛星バスはコーニーが提供し、主観測装置であるアクエリアスはアメリカ航空宇宙局によって製造及び運用された。打ち上げ時の質量は1 3 5 0ラムで、 アクエリアスが 320kg を占めている。サク D の打ち上げ2011年6月10日、サク D はバンデンバーグ空軍基地の SLC-2 ワットからデルタ -2 ロケットによって打ち上げられた。打ち上げは NASA 側の担当であり、ユナイテッドローンチアライアンスが下請けをした。打ち上げは当初2010年5月を予定していたが、機体の開発が予定より長期化したため、 翌年に打ち上げられた。ありがとうございます。